はい、えー、どうも、カー塾の久保です。あの、駆け足だったんですけども、ディファインについて10回に分けてお送りしました。えっ、ー、と、早速ですね、えー、しっかりとした <laughs> カリキュラムをやってほしいということで、えー、ご連絡の方何点かいただきました。ありがとうございます。で、ちょっと腰を据えてね、 4月ぐらいからみっちりとやっていこうかとは思うんですけども、えー、っと、そうですね、ここまで操作していただいて、いろいろとされてきた方はわかると思うんですけども、まあ、ディファイっていうのを使うとですね、簡単にお金の貸し借りができちゃうわけなんですよ。 で、担保資産を差し出す必要ってのはあるんですけども、まあ、例えばね、百、えー、100万円差し出したら、そうですね、20万とか30万とかを借りれるって感じですかね。で、リスクは低いし、金利も低いし、で、えーまあ、担保に入れると、なんていうのかな、その担保に金利がつくんですよね。で、通常、入れた担保に金利がついて金利を受け取っていても、入れちゃった担保は下ろせないじゃないですか。でも、それを一部使いながら、 利利息を受け取るるここととができるんでできんん便利だななってことなんですようんすごいですよね。まあ、変動金利でね、毎日価格変わってますんで、その辺は注意していただかないといけないんですけどもね。で、通常お金を借りるのは銀行に行くのが一般的なんですが、このようにディファイが伝えていけばですね、銀行いらなくなっちゃうんですよ。うん、だからこれが銀行はこれから潰れていくよってことなんですよね。特に日本ではゼロ金利をやってもうね、8年ぐらいになるんですよ。当初は2年間ぐらいの短期で、 えー、景気を復活させて終わる予定だったんですけども、今、ゼロ金利でも間に合わずに、マイナス金利まで行っちゃってるんですよね。まあ、ですね、で、皆さんがご利用いただいている、近くの銀行とかね、それから大手銀行も込みでなんですけども、どっこも利益が入ってないんですよ。ゼロ金利ですからね。通常お金を貸して、金利を受け取らないと儲けが出ないんですけども、今、いくら貸しても、全然儲からないんですよ。だから手数料だとか、通帳の発行にいくらとかっていうふうな話になってくるんですよね。きついですよね。で、 今回のディファイなんですけども、暗号通貨をカラス側に回れば、リアルタイムにお金が入ってくるというね、えー、暗号通貨ってのはこういうふうなメリットが、やっとお私たちのね、手に届くように来ましたね。まあ誰でも金貸し銀行になれるっていうことなんですよ。本当に革命だと思います。<laughs> で、ディファイがすごいのは、こうした金融サービスを、ブロックチェーン上の、うん、プログラム、スマートコントラクトってやつですよ。 ね。スマートコントラクトっていうのが出てきてももうビビんないでくださいね。で、こちらで実現している点なんですよね。で、今回のパンケーキスワップ、これはですね、運営企画は、あ運営企業ですか。運営企業は存在してないんですよ。プログラムが動えてるだけなんで、超中立なんですよね。誰かが恣意的に動かすことはないんですよ。本当の民主化です。うん。で、 運営企業が存在しないので、国が規制をすることもできないんですよ。国がどこを規制するのって話になりますし、そのプログラムを、じゃあ金融庁が動かしていいのって話になりますよね。ワールドワイドなわけですから。 で、プログラムは公開されてますから、誰でもコピーして、また自分のいいように作り変えることができます。これは、フォーク、分かれるって意味なんですけども、パンケーキスワップから分かれて、また別のね、スワップを作ることができるんですよ。実はパンケーキスワップも、イーサリアム上の分散型取引所寿司スワップのフォークなわけなんですよね。フォークってのは分かれるって意味ですよ。ハードフォークとか言いますよね。 まあ、プログラムだけで安全にお金の貸し借りができるっていう世界なんですよ。流動性を提供すれば様々な報酬が得れるということなんで、まあ、担保みたいなのに入れてね、その通貨に流動性を与えれば、パンケーキスワップなり寿司スワップに流動性を与える。要するに貸し借りができるような現象を与えればね、報酬が得れるってことになります。で、国家が規制することは不可能ですよね。だから国が介在しない通貨ってものが、もう今ね、実現したんですよ。 私たちが生きてる間にこういうものが実現して、そしてもう使えてるっていうのが本当すごいなと思いました。あの、お金の進化っていうのはもうここでマックスなんじゃないかなと思えるぐらいですよね。で、今回皆さんにご紹介したマネーマーケットの V ーナスとか、分散型取引所のパンケーキスワップっていうの以外にも様々な金融サービスが DeFi、ブロックチェーン上にあるわけなんですよね、えー。今後ね、そういうのも合わせてお知らせしていこうと思います。 で、そうですね。ちょっとおまけで付け加えるんですけども、イーサリアムデファイについてなんですけどもね、BSC ってお話ししたじゃないですか。で、これはね、バイナンスに依存してるんですよね。で、バイナンスって十分に分散化されてないんで、結構規制リスクがあるんですよ。これがだから私はバイナンスを信用してないっていうことに尽きるんですよ。うん、だから BSC ってのはデファイではなくて、うん、言ってみればですね、セントラルデファイなんですよ。 中央集権型のデファイっていう風にちょっとね、えー、なんか中間型みたいな感じです。ですから完全なるデファイではなくって、うん、誰かのね、権力がまだ関わってるんで、ちょっと危なっかしいかなっていうところが拭えないんですよね。いざとなったら全部ね、閉鎖ってこともあり得るんですよ。プログラムの完全機能ではなくって人為的なものが関わってますからね。 で、一方ですね、イーサリアムデファイっていうのは、もう十分に完全に分散化されてみて、規制リスクっていうのはもうないと同様でございます。まあ、予想できないリスクっていうのがね、あるかもしれませんけどもね。今のところちょっと考えられないですね。で、開発者も多くて、BSC デファイとは比べ物にならないほど発展してるんですよ。で、その代わり手数料が今のところまだ高いですよね。だから少ない金額しか使えないようだったら、別に逆財になっちゃうかもしれないので、まあ、500万円ぐらい、 うん、使うんだよってことでしたら、十分に手数料でも負けないようなね、利益を取ることができるんではないかなと思います。ですんで、私の場合は、あーイーサリアムとかね、ビットコイン、こういうものを使うことによって、えー、このデファイを使う大口の方が、儲ければ儲けるほどイーサリアムなりビットコインの値段が上がるっていうふうに踏んでるんですよ。自分自身でデファイをね、バン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 使おうと思ったら、結構数百万っていうお金をやり取りしないと、手数料でほら、合わないんでね。 うんまあ練習のために小学でやるのはいいかもしれませんけどね。じゃあこれからしっかりと d ィファについて勉強していきましょうか。じゃあよろしくお願いします。